こんにちは。谷町店田辺駅西田と申します。よろしくお願いします。メダカ駅長は白く見える白メダカで、副駅長ということで、今目の前にいます、黄色い土壌がすでにちょっと、なっております。これは地域の方々からいただいた、白メダカでございます。水槽なんか寂しいねと言われて、地域の方がメダカを提供していただいて、連休を取りながらやっております。お客さんからね、これ死んでるわって言われて、あんな感じでね、僕の方でね、じっと後ろ見えますかね。お客さんのところで寝てるんちゃうかなみたいな、いや違うよ、これは寝てるんやよって言うてね、子供に説明してます。駅長がしょっちゅう出張されるので、どうしてもその代理になる駅長が一人になり、道場が代役で頑張ってもらおうと、辞令を出させていただきました。寝てます？寝たふりするっていうやつと思います。仕事になりますと活発に動き出すと思いますけども、今はちょっと寝たふりしてると思います。お休み中ということで。田辺駅の方では、水槽の他に11月から12月の間にかけて、田辺大根をプランターで展示しております。この場所は田辺大根のゆかりの地でありまして、ぜひとも田辺駅の方へご覧ください。お待ちしております。